そういえばマリサ、投げナイフって今はないの？ああ、ライズで投げクナイに置き換わったから、今はもうないな。投げクナイが便利すぎて、なくなった影響があまり感じられなかった記憶があるぜ。確かに、投げクナイは無限だもんね。これまでのモンハンには、そんな感じで地味になくなったものもあったのかしら？私は歴代作品をやってきたからな、いろいろと知っているぜ。今回は、歴代モンハンで地味になくなっているものを思い出してみるか。消えていった要素も、忘れないでほしいしな。私は体験してきてない内容もあるでしょうけど、今のハンターとして知っておきたいわね。最初に紹介する地味になくなっているものは、サブターゲットだぜ。プレイヤーの間での俗称はサブタゲだな。クエストのクリア条件になるのがメインターゲットよね。ああ、そのクリア条件の、文字通りサブでついてるのがサブタゲだな。サブタゲを達成すると、その分も報酬がもらえるみたいなシステムかしら？その通りで、サブタゲはドスから登場したシステムなんだ。内容はいろいろあったが、多かったのは、ターゲットとなるモンスターの部位破壊などだな。リオレウスの狩猟がメインターゲットの場合、尻尾の切断がサブタゲだったりしたのね。そういうことだぜ。サブタゲは達成した段階で告知がされ、その時点で報酬が確定するんだ。さらに言うと、サブタゲを達成した状態でクエストから帰還することもできたぜ。あら、それならメインターゲットを倒さずとも、クエストクリアなんてことも。さすがにそんな甘い話はなく、メインを達成しないとクリアマークはつかないし、クリアした扱いにはならないんだ。まあ、それができたらズルみたいになってしまうもんね。でも、サブタゲだけ達成して帰還するなんてことあったの？できればメインの条件を達成するのがベストよね。サブタゲは達成したけど、メインは厳しいとか、そういう状況で帰還を選ぶのかしら？そういう意図もあったかもしれないが、プレイヤーの間では別の方法で活用されたぜ。別の方法？サブタゲのいいところは、報酬素材のレア度がメインと遜色がないことだ。レア素材なんかも普通に出るから、目的によってはサブタゲ周回もよくあったんだぜ。なるほど、初代シリーズでいう尻尾マラソンみたいなものだったのね。そういうことだ。さらに、シリーズの中には、サブタゲ周回をした方が効率のいいクエストもあったんだぜ。え、そんなクエストがあったの？まあ、村や集会所のメインクエストではさすがになかったけどな。じゃあ、コラボクエストとかかしら？ああ、4シリーズの銀のサジコラボや、クロスシリーズのコラボクエストが該当するぜ。コラボクエストの醍醐味は、コラボチケットなどの素材で作る装備にあるんだが、そのチケットの収集効率はサブタゲが一番いい、なんて時代もあったんだ。そんな状況もあったのね。それから、サブタゲ周回を語るにおいて外せないのがダブルクロスで配信されていた、キューボ、炭鉱採掘モトムだったな。その字面からしてなんとなく想像がつくんだけど、炭鉱不関連かしら？ああ、プレイヤーたちはクロスでお守り周回で使われていた、炭と掘れ粘石炭の再来を予感したんだが、キューボ、炭鉱採掘モトムではメイン報酬がしょぼかったんだ。じゃあ、そこでサブタゲが輝いたってことかしら？そういうことだ。サブタゲは体力低めのブラキディオスの狩猟だったんだが、この報酬が豪華で、炭と掘れ粘石炭を超える大量のお守りが手に入ったんだぜ。サブタゲの狩猟の方が炭鉱不向きだなんて、奇妙なクエストだわ。公式も、採掘ばかりじゃなく狩猟をして欲しかったのかもな。さて、そんな面白い出来事もあったサブタゲ要素だが、ワールド以降、地味になくなってしまったんだ。ライズとかサンブレイクの場合は、依頼サイドクエストが用意されてるわね。ああ、今はクエストからそのまま、帰還することができるようになっているからな。サブタゲも、時代の変化によって地味になくなったわけね。さて、次に紹介する地味になくなっているものは、運搬クエストだぜ。あら、運搬要素なら今もあるし、依頼サイドクエストでも登場しているじゃない。地味になくなるどころか、今も存在しているわ。私が言っているのは運搬要素そのものや依頼サイドクエストの話じゃなく、運搬アイテムの納品が、メインターゲットになっている運搬クエストだぜ。そういえば、運搬自体が目的のクエストはなくなっているわ。でも、昔は運搬クエストが結構あったのよね。しかも、ゲームを進めるために、絶対にクリアする必要のあるキークエストだったりしたぜ。運搬クエストが避けて通れない道だったこともあったのね。それに、過去作の運搬は不便すぎたんだ。今も運搬アイテム持つとめちゃくちゃ不便だけど、昔はもっとひどかったのね。運搬中は小型モンスターによる、ちょっとひるむだけの攻撃でもアイテムを落としてしまうし、回避のために行う前転でもアイテムを落としてしまうという、きつい状況だったぜ。じゃあ、普通にダッシュするしかないってことよね。そういうことだ。しかも、スタミナゲージの減りが今よりずっと早いから、管理も重要なんだぜ。となると、最短距離を効率よく運搬しないといけないわけね。小型モンスターも、先に倒しておく必要があるわ。そうなんだが、そこでカプコン名物、行きは良い良い帰りは怖いの法則が発動するんだ。バイオハザードじゃあるまいし、そんな法則があったの？どういうことかというと、行きで小型モンスターを掃除したとしても、
運搬アイテムを持ってキャンプに引き返すときにはしっかり復活しているんだ。場合によっては、より運搬の邪魔になるモンスターに差し替わっているぜ。それは悪意を感じるわね。それに、霊夢の言った最短ルートも、運搬クエスト中の時は岩で塞がれていることもある。悪意の塊だわ。運搬クエストは、小型モンスターに追われながら走ることを強要されるのね。その通りで、スタミナ管理をしつつ小型モンスター。場合によっては大型モンスターから、逃げ回りつつキャンプを目指す必要があったんだぜ。さすがに鬼畜すぎないかしら？まあ、競争役なりスキルをつけるなりすれば多少は楽になるんだけどな。とはいえ、しんどいクエストに変わりはないんだ。熟練のハンターであっても、運搬クエストは敬遠していたな。だからこそ、ダブルクロスを最後に運搬クエストはなくなったのね。そういうことだろうな。だが、皮肉なことに、ワールド以降はスタミナゲージの減りが遅くなり、ワールドでは坂道を滑り降りれたり、運搬があってもかなり便利になってるんだよな。ライズとサンブレイクでは、運搬中でもかけり虫での移動ができるもんね。運搬が飛躍的に便利になったタイミングでクエストがなくなるなんて、悲しい話だよな。今の環境なら、少しくらい運搬クエストをしてもいいような気も。いや、やっぱりいいか。マリサもめんどくさがるくらい厄介なのね。次に紹介する地味になくなっているものは、錆びた塊と太鼓の塊だぜ。塊って何？過去作には、火山の奥地などの特定の採掘ポイントで、錆びた塊や太鼓の塊などの特殊なアイテムを入手できることがあったんだ。これを入手すると、他のアイテム入手音とは別のファンファーレが鳴るぜ。なんとなくおめでたい感じはするけど、いい要素だったのかしら。それで、錆びた塊と太鼓の塊って何なの？平たく言ってしまうと、埋没して風化した武器なんだ。じゃあ、加工屋で強化することで立派な武器になるってこと？その通りだぜ。ちなみに初代シリーズでは武器種に関係なく同じ名前だったが、ドスシリーズでは錆びた棒状の塊など、名前から武器種がわかるようになっていたぜ。まあ、復元されて何になるかはランダムだったけどな。いい結果なら、すごくいい武器になるのかしら？その通りで、昔の大当たりは、太鼓の塊から出る、すごく風化した双剣だったぜ。そこからさらに鍛えていくことで、あの有属性双剣、風流剣超絶一門になるからな。ラオシャンロンとかドシコ流に有効な双剣よね。ああ、双剣使いでなくても一つは持っておきたい武器の一つで、誰もが一度は、超絶一門目当てに採掘をして加工屋で強化しているはずだぜ。なるほど、誰もが通る道になっていたわけね。面白そうな要素だけど、いつからなくなってしまったの？ダブルクロスを最後に姿を消したぜ。あら、これもダブルクロスまでだったのね。逆に言うと、それまでは超絶一門が活躍していたのかしら？超絶一門一強の時代はセカンド G までで終わっているぜ。トライでは弱体化したし、トライ G では強力だが爆破属性の影に隠れていたしな。4シリーズでは実用性のある内容だったが、クロスシリーズでは攻撃力が低すぎて採用されなかったぜ。それから、超絶一門自体はワールドシリーズにも登場しているんだ。ダブルクロスまでで消えたのは、あくまで錆びた塊と太鼓の塊なのね。そういうことだ。あのファンファーレを聞いてから、鑑定するまでの瞬間はガチャのようで楽しかったし、いずれまた復活してほしいと思っているぜ。確かに、採掘の中にそういう要素があるとワクワクするわね。私も過去作をプレイしてファンファーレを聞いてみようかしら。さて、次に紹介するのは、地味にいなくなってしまった NPC だぜ。NPC キャラクターって、作品ごとに違うんだし、当たり前じゃないの？いや、共通の NPC がいたこともあって、地味にいなくなってもいるんだぜ。あら、例えばどんな？まず、拠点に時折現れて便利な品を売ってくれる NPC、行商おばあちゃんだぜ。おばあちゃん本人よりも、背中の荷物に目が行くわね。よくこんな重そうな荷物を持てるもんだわ。行商おばあちゃんは商魂たくましいからな。ちなみに、この人は竜神族だぜ。竜神族って、歳をとっても人間よりもガツガツ動けるのかしらね？このばあちゃんが特別なだけかもしれないが、その可能性もあるな。行商ばあちゃんはドスのジャンボ村やポータブル2などのポッケ村、果てにはトライジーの集会所のタンジアの港にも来ているぜ。移動距離もびっくりだが、さらにびっくりなのはその品揃えだな。あら、いいものを売ってくれるのかしら？クエストをこなすごとに品揃えは変化するが、貴重なものもあるぜ。中でも貴重だったのは、甲虫種モンスターから取れるモンスターの体液だったな。モンスターの体液が、そこまで貴重だったの？過去作では甲虫種モンスターの素材が取りにくかったから、貴重だったんだぜ。それに、装備の加工に使うような素材を売ってくれるのもありがたかったな。音爆弾や閃光玉の材料になる素材玉も取り扱っていたぜ。それは、攻略においてもめちゃくちゃ便利だわ。さらに、ダウンロード特典で行商おばあちゃんの品揃えを強化することもできたんだぜ。作品によるが、ケルビの角や鎧石まで売ってくれたんだ。
行商ばあちゃんは、ハンターの心強い味方だったのね。お金は必要だが、調合などの手間を大幅に省略できるからな。そんな行商ばあちゃんだが、トライ G を最後に姿を消したぜ。あら、4シリーズからはいなくなったの ?4 の主役となる我らの談話キャラバンだからな。旅をしているから行商ばあちゃんには出会えなかったのかしら。さらに、クロスシリーズでも行商ばあちゃんは復活しなかったんだ。ワールドにもライズにもいないから、本当にトライ G が最後の出番になったんだぜ。いなくなったことを嘆くハンターも少なくなかったな。地味ではあるけど、便利な要素がなくなってしまったのね。他にも、アイルーたちの雇用窓口としてポータブルから登場したネコバーもいたぜ。これまた、すごくパワフルね。行商ばあちゃんに似ているけど、この人も竜人族なのかしら?いや、ネコバーは獣人族だぜ。頭巾の色が行商ばあちゃんとは違うし、荷物にアイルーが貼り付いているのも特徴だな。ネコバーは、アイルーの雇用窓口としてポータブルから登場したんだ。セカンド G まで活躍した後に一旦姿を消し、クロスシリーズでも活躍したぜ。あら、クロスシリーズのアイルーの窓口といえば、猫城じゃないの?猫城がいるのはベルナ村だけで、他の拠点ではネコバーが担当だったんだぜ。人によっては、ベルナ村だけで用を済ませる人もいそうね。ドラクエ7でホズ大神官以外で転職しない人みたいな感じだな。猫バーも昇進だったかもしれないわね。そのせいではないが、猫バーもワールドからは登場していないんだ。拠点ではおなじみの存在だったから、いなくなってしまったのが少し悲しいな。にしても、シリーズ通して登場していた NPC って意外といるのね。ああ、同じくダブルクロスを最後に姿を消した特徴的な NPC には、山菜爺さんもいるしな。山菜爺さん?ああ、拠点ではなく狩猟の場となる、フィールドに欠かさずいた友人族の爺さんだぜ。話しかけると、持っている素材とアイテムを交換してくれるんだ。それに、期限次第では交換ではなくアイテムをくれることもあるぜ。なんだか不思議なおじいさんね。運搬中に話しかけると運搬アイテムを無理やり取られるという罠もあったな。そんなありがたくもあり迷惑でもあった山菜爺さんも、ダブルクロスが最後の登場だったぜ。こうして聞いていると、ダブルクロスを最後にいなくなったキャラクターって多いのね。さて次は、地味に消えてしまったアイテムたちをいくつか紹介するぜ。あら、消えてしまったアイテムもあるの?もしかして、ペイントボールのことかしら?もっと地味に消えてしまったアイテムだな。例えば、登場している時期も、ほぼ使われることのなかった角笛やブーメランだ。角笛にブーメラン?角笛は吹くことでモンスターの注意を引きつけることができるアイテムだ。なるほど、おとりになるために使うアイテムってことね。でも、そんなアイテムに出番ってあるのかしら?罠を設置して誘導するときに使う人はいたが、それも珍しかったぜ。ちなみに広範囲にサポート効果をまく、回復笛や解毒笛、鬼人笛に効果笛も存在したんだ。繰り返し使用できるサポート笛なら、戦闘中に使えそうな感じがするわね。何回かは使えるんだが、確率で壊れてしまうぜ。狩猟笛を装備していると笛の扱いが上手くなるのか、壊れる確率が下がるし、笛吹き名人や髪の気まぐれでさらに壊れる可能性は低くなるが、いつかは壊れるんだ。壊れにくくする準備をした上でなら、派生のサポート笛は選択肢に入っていたな。かなり限定的なアイテムってことは分かったわ。せっかく用意したのに、壊れてしまったらショックだもんね。でも、どの作品で消えてしまったの?角笛が派生アイテムもろとも消滅したのはワールドだぜ。やっぱり、ワールドが転換点になったのね。じゃあ、ブーメランはどうなのかしら?ブーメランは初期シリーズからあったネタアイテムだぜ。投擲用アイテムの一種で、モンスターに当てるとわずかな切断ダメージを与えられるんだ。ブーメランだから、基本的には投げても戻ってくるぜ。じゃあ、投げまくれば打撃武器でも尻尾の切断ができるんじゃない?さっきも言ったように、与えられるダメージはわずかだから現実的じゃないぜ。しかも、ブーメランは一定確率で壊れてしまうんだ。壊れる際はブーメランガという妙に勢いのあるテロップが表示されるぜ。壊れるところまで含めて、完全にネタアイテムね。やっぱり、ワールドでなくなったのかしら?意外なことに、スリンガーが登場したワールドでもブーメランは続投したんだぜ。そうなの?で、出番はあったのかしら?いろいろ変更されていたんだが、出番は相変わらずなかったな。変更?ああ、過去作では、モンスターにぶつかった時点で表示上は消えていたんだが、ワールドでは、モンスターの体を貫通して戻ってくる、多段ダメージのアイテムになったんだ。なんか強そうじゃない?だが、一回のヒットで与えるダメージは石ころより低いんだ。キャンプで補充できるから、ブーメランのみで戦うことも可能だけどな。そんなの、ネタでしかやらないわよね。というか、体を貫通?どこまでもネタ武器ということだぜ。ちなみに壊れた時のテロップは、ブーメランを失いましたに変わっているんだ。ネタとして、強化されたのか弱体化されたのかよくわからない変更ね。でも、ライズでは見たことがないわ。細々と存在し続けたブーメランだが、ライズでいよいよリストラとなったんだ。気づいた人がどれだけいるのかはわからないが、私は少しだけ悲しかったぜ。まさに、地味になくなったアイテムだわ。
次に紹介するのは、覚えている人がどれだけいるのかもわからない特殊なクエスト、トレジャークエストだぜ。トレジーから受注するクエストで、フィールドで宝探しをするクエストだな。なるほど、だからトレジャークエストなのね。このクエストはポータブルの登場で、当初はトレジャーハンターズと呼ばれていてな。なんと、二人専用のクエストだったんだ。三人以上でも、ソロでもできないの？そうだぜ。さらにクエストの制限時間も20分と短かったんだ。なるほど、限られた時間でお宝を探すクエストなのね。そういうことだから、セカンド G で追加されたお供アイルーも参加できないぜ。でも、お宝ってどんなものなのかしら？それが、普通のクエストではお目にかかれないアイテムばかりなんだぜ。最終ではバサルモモやガレオスイカ、ラオシャンメロンなど、大型モンスターにちなんだ名前のついた果物などが取れるし、大型モンスターからの剥ぎ取りでは、海鳥の砂釣りや下流のタンなども取れるんだ。なんか、お腹が減りそうなラインナップだわ。これらのアイテムを納品することでトレジャーポイントを稼いでいくんだ。そのポイント数をどこまで稼げるかってゲーム性なのね。その通りだぜ。各フィールドには、レアトレジャーという高得点アイテムもあって、中には運搬して納品するものもあるんだ。制限時間は20分だし運搬アイテムもあるし、高得点を取るにはコツがいりそうね。大変そうだけど、楽しそうだわ。アイテム名も、高得点を目指すゲーム性も新鮮で、なかなか楽しかったぜ。だが、このトレジャークエストの要素はセカンド G を最後になくなってしまったんだ。意外と短命だったのね。今のシステムでトレジャーできたら、それはそれで楽しそうだし、復活してほしいわ。同感だな。ちなみに、トレジャークエストがなくなったことで、クエストの窓口になっていたトレジーという NPC もいなくなってしまったぜ。トレジーとセットで、どうにか復活してくれないかしらね。歴代モンハンで地味になくなっているものの話は、今回は以上だぜ。ずっとプレイしていても忘れてしまいそうな内容も多くあったわね。なくなって惜しまれる要素も多いが、本当にすっとなくなるものも多いからな。山菜じいさんとか行商ばあちゃんとか、一度会ってみたくなってきたわね。ブーメランのシュールさも味わってほしいし、過去作に戻ってみたらどうだ？そうね、マリサのハードとソフトを借りるわよ。紹介されたなくなっているものを懐かしく思った人、知らなかった人は高評価を。過去作モンハンを懐かしむ動画も投稿していくから、チャンネル登録もお願いね。みんなが覚えている、今は地味になくなっているものもコメントしてくれよな。ご視聴、ありがとうございました。モンハンには摩訶不思議なモンスターがたくさんいるが、実はモンハン世界の人たちも別種族と勘違いしてたモンスターがいるんだ。まあ、あれだけ規格外の生物がたくさんいる世界ならしょうがないと思うけどな。どんなモンスターが別種族だと思われていたかだって？例のスーパーサイヤ人やフロンティアの固有、見慣れた小型モンスターなどが該当するが、せっかくだから、まとめて解説してみようか。次回、実は別種族だと思われていたモンスターを1000、ゆっくり見ていってね。